平成最後の秋はこんな3ヶ月だった。千秋さん、アプリ始めたんですか？写真と違くない？東京探検しましょうよ。アプリってエッチするように使ってる？そういうのあんまりなくて、他と違いだったらごめんなさい。恥ずかしいこと言わないでください。マッチングアプリの洗礼。この年の女と本気で付き合って男もなかなかいないよね。恋愛も遊びもやってこなすぎたもん。喧嘩ね。大型新人アラフォーです、すいませんみたいな。廊下でも全然いいんで寝かせてもらおうかな。それで言うと廊下にでも廊下だけ。もう適当に使えばいいんですよ。これが時代のスタンダードか。このドラマは普通なら落ち着いていく年齢に反比例して、大いに青春を取り戻していく平成最後の冒険期である。とりあえずパンツを履こう。